はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は東京浅草緑泉寺住職青江覚峰さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。今日も青江覚峰さんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやいいですね、息が合ってきましたね。そう4日目にもなると4日目にもなると、はい、いい感じです。お寺の窓口、これ検索したらね出てきますね。お寺ナビ .com というサイトがあると。はい、はい、でまあいろんな方のね相談に乗ったり対話をするっていうことですけど、これはね相談の窓口っていう名前でやっております。ああなるほど、そっかそっか。いや僕も、まあ、これ自体もこのラジオ自体もね対話なんですけど、対話っていうのは面白いもんだなと思って、うん、なんかうん、いや未だにね対話とは何かなんて、うん、深すぎてわからないけど、でもいつもいろんな発見があって、うん、今まさに探求中っていう感じなんですけど、うんうん、お坊さんって相談できる人、あでもねなんか人によってもイメージ違うみたいですけどね、なんかお坊さんっていうと、あ人生相談とかしてもいいんですかっていうようなイメージを持ってる人もいれば、全然いやそんなこと考えたこともなかったお坊さんになんていう人もいますけど、うん、まあまあでもお寺にいると、まあ、僕もそうですけど、何かしらね相談しに来られたりする、いろんな方面から機会ってあると思うんですけど、でもそれにどう、まあ、対応するかというのか、いやそもそもその相談したいんですって言った人とどんな対話をするのか、すべきなのか、求められてるのかって言ったところを、多分、まあ、お坊さんによっても全然考え方が違って、うん、で今その何人かでやってるってね言われてましたけど、はい、どんな風に、これは何なんだと、この相談に対して、まあ、いろんな相談来るけど、何を大事に対応するんだっていう風に、なんかみんなで共通して持ってる考え方とかあるんですか？最低限は、まあ、いくつか共有しているものはあります、うん、まあ、例えばそれも当たり前のことなんですけれども、うん、こうまず一番初めに自分から挨拶をする、名乗るとか。あそうですね。でもこれも意外と我々できないというか、しそびれるっていう言い方の方がいいのかな、あ多いと思うんですね、うん、だって法事の時っていきなり、あ緑泉寺の青江覚峰です、今からお経をあげますって言わないじゃないですか、うん、あの前提になってるから、前提になっているんで、だからついつい名乗らないで、うん、あどうされたんですかみたいなところから始めてしまう、うんうんうん、でもそうすると、確かにな、あるなそれは。やっぱりこう名乗ることによってハードルが、相談する方からすれば、うん、あどこどこのお寺の住職の何々さんなんだで話聞いてくれるんだっていうところで、まず唇を切るっていう言葉ありますけれども、うん、そこでね一つハードルを下げるっていうのは、うん、あのいわゆるこうマニュアル化っていうほどのもんじゃないんですけども、はいはい、そういう一つ一つこう
積み上げるものは決めてます、うん、であとはこれはあの僕はっていう話なんですけども、うん、もうまさにそれこそ20年以上前かな、うん、僕が結婚する前の話なんですけれども、うん、僕の妻ですね、当時彼女だった頃、うんうん、みっちゃん、みっちゃんが、はい、あの僕に対して言ったのは、お坊さんって話をするのはうまいけれども聞くの下手だよねって言ったんですよ。耳が痛い。でこれはねもう本当に今でも僕この言葉は毎日反芻してます、はい、そうですね、これはちょっとね、お経を読む前に反芻した方がいいぐらい耳が痛いですね。そうですよね。でやっぱりついつい話を聞くと、いやそういう話はね、お経にこういうことがあってみたいに話したがらんわけですよね、うん、でもそれってある意味向こうが求めているものよりもこちらの知識をひけらかしたいだけなんじゃないかとか、うんうん、そういうことを考えてしまう。だからまず聞く、うん、しあんまり仏教にこだわらないで話をしようっていうふうに、まあ、僕自身は考えてます、はい、ただこれはやはり人それぞれの考え方もありますし、やっぱりこう仏教ではこう言うっていう言葉を求めてらっしゃる方も多いので、確かにね、でこういう悩みあるんですけど、ね、やっぱり仏教だとこういう時は何ておっしゃるんですかみたいに言われた時には、うんうん、いやね、お釈迦さんでこういうお話がありましてみたいな話を紹介することもあるんですが、うん、もう本当にそこも含めて、まあ、待機説法っていう言葉ありますけれども、そうですね、もうそのまさにライブですよね、今に言えば、その方が何をまあ求めているのかっていうと、別にまあその求めているものをなんかね、マーケティングじゃないですけどニーズに応じて対応すればいいっていう、そういうことでもないとは思うんですけど、でもそのね、お釈迦様が本当にそう言ったように待機説法、相手に合わせて法を説くと。で法を説くっていうのはどういうことかというと、まあお釈迦様が、ブッダが何をされたかというと、35歳で自ら悟りを開き、その後の80歳まで45年間は、今度はみんなを悟りに導くために、相手に合わせて、まあ基本言葉なんでしょうけどね、施していくと、うん、本当難しいことですよね。そうなんですよね。うん、それを檀家さんにしようとか思うわけじゃないしね。なんですよね。うん、でそれをしかも悟ってもいない我々がやるっていう。うん、土台無理な話じゃない。そうなんですよ。うん、初めから成立しない話なんですよね。でも、うん、まあ、そこに、そこはやっぱりお坊さんになって名乗る以上は、うん、やるところなんだなと思って、うん、そのための一歩としてはまず聞くっていうことなんだと思うんですよ、うん、だから対話の第一歩は、まあ、第一歩というか僕はだから聞く以外は全然できないなと、うん、でも聞くっていうことはあのうなずくこともあれば相づちを打つっていうところも含めてのコミュニケーションになるので、うん、そこで何を音にするか動きにするか、うん、そこはものすごくこうとにかく丁寧に真摯にやろうって思うぐらいしかできないなと思ってます、うん、そうですね、対話は深いなと思いつつ聞くということ自体も本当にちょっとどこまでも深いっていう、うん、あの最近ちょっとこう聞いた話なんですけど、そのいや聞くっていうことについて一生懸命聞こうとしてこうなずいたりするじゃないですか、うん、でまあもちろんそれは一つの聞き方なんだけど、全く聞いている素振りをしない、はい、うんとかはいとかも言わないし、うなずきもしないし、ただ何、うん、こういる、はいそういう聞き方もある、まあそんなワークショップもあったりするっていうんで、いやそれはさぞや喋、る方が喋りにくかろうと、まあね、だってこう喋ってんのに全く無反応だとこの人聞いてんのかなってなるじゃないですか、うん、でもなんか分かんないけど、その
しばらくやってると、まあ、逆にそれはそれでいいというか、うんうん、その、まあ、うなずきとかその、うん、っていうのも、まあ、コミュニケーションなんだけど、はい、完全に何だろう、壁打ち的な感じ、はい、わかります、うん、わかります。それはそれで、それだからこそ出てくる言葉もあるっていう話を聞いて、うん、まあ、一回やってみたいなと思いつつ、なんかちょっとなかなかそれやりますよっていう感じでいかないと、なかなかね、なんかこの人聞いてんのかなってなっちゃうから、うん、まだやれてないんですけど。あとはね、僕のすごい近しい人が、うん、そういう兄弟がいるんですよ。どういうこと？あの、常に会話が、喋りたい時に喋りたいことを喋る、うん、あの姉弟みたいなのがいて、はい、その二人の横で僕が聞いてると、もう完全に二人で壁打ちをしている状態ですね。会話が成り立っていないけれども、この二人はもうこれで成り立ってるんだと思うと、めちゃくちゃ面白いですね。ありますよね、そういうの、うんうん、長い間共に時間を過ごした兄弟だからこそ、うん、それが成り立ってるのかもしれないし、まあ、もしくはもう元々の性格もあるでしょうし、うん、でもそうだな、いろんな形はあるなっていうのはもうすごく僕も感じてます。確かに僕も、まあ、弟、はい、との関係性とか、まあ割と実家の家族が全員 B 型とか関係あるのかないのか分かんないですけど、ちょっとその兄弟に近いところあるかもしれない。まあなんかね、まあ喋りたいことを喋りたい時に喋って、うん、特に相槌を求めているわけでもない、うん、うん、そうだけど問題ないからそれで回っちゃってるようなところあるかもね。世の中にやっぱりツイッターとかブログ、うん、SNS が人気になったの背景ってそこなのかもしれないなと思うんですよね。だからあれも出す時は特にこう何か反応を求めてるわけでもないし、で求めていないけれども、なんか反応しないと悪いんじゃないかっていう空気が出た時にいいねボタンがついたりとか。そうですね、そう、そうね、承認欲求、承認欲求、うん、承認欲求よりも前にやっぱりこういうふうに、王様の耳はロバの耳じゃないけれども、なんかこういうふうにつぶやく、それこそツイートつぶやくっていうような、こう自分の情報を出したいけれども出す場がないから、そういったところに書くっていう、なんかまあそれも一つの承認欲求なのかもしれないですけども、あるんでしょうね、うん、そんな相談をねたくさん聞いている賀来さん自身が、でも賀来さんも、はい、あのどっちかっていうと喋りたい欲求も強いでしょ。はい。それどこで出してる？これはもう完全にうちはもう家族ですね。家族にね。だね、お寺で結局僕、うん、お寺のいいところっていうのは、うん、あの家族であっても、まあ、家族という単位でなくてもいいんですけども、うん、共同体が一つの組織を24時間365日運営するっていうことなんですね、まあ、これはめちゃくちゃ大変なことでもあるんですけども、ストレスもたまるし、はいはい、そうですね。でもここがだからこそちゃんと仲良くしていこうとか気を使うこともあるけれども、うん、でもおかげさまでここがうまく回っているので、そこで思ったことをこうふうに話したりとか、うん、納得がいかないとか、そういったところをこうふうに話したりすることで解消する場にも僕はなってますね、うん、であとは僕あのそれこそこう彼岸寺以降、うん、僕の一番人生で大事にしている言葉を、大学ってあるじゃないですか、諸国教の大学、うん、そこから取っていて、それが終身成果遅刻閉店かっていう言葉なんですけども、どういう意味ですか？終身は治める身って書きます、はい、うん、で、
聖火は斎藤さんの斎藤、やっぱりこれも治める家、うん、で地国治める国、うん、で天下平らかになる、うん、で、まあ、あの諸侯卿とか大体皇帝とか王様向けの言葉なんですけども、はい、あの、まあ、天下を平らかにするっていう、まあ、大命題があるわけですよね、うん、まあ、中国を治めるみたいな話ですよね、うん、でもその前には自分の国を治める、うん、まあ、中国ってそれこそあの三国志に代表されるようにたくさんの国が乱立する時代の方が圧倒的に長いので、うん、五国十六時代とか、ああ、はい、で、まあ、自分の国を治める、うん、でもそのためには家を治める、うん、で家を治めるためには自分の身を治めると、うん、だからなんかここの順番でとっても大事だなと思って、うん、だから自分自身がまず、まあ、あのイライラしないとかそういった自分の身を治める、うん、で次に家という、まあ、最低単位である、うん、社会の最低単位である家っていうものを治めていく、でここができてようやく、まあ、国、今で言えば会社とか、うん、まあ、あのそういったコミュニティですよね、うん、っていうところが収まっていくし、それによって、まあ、社会全体が穏やかになっていくっていうのを目指していく、うん、まあ、大乗仏教ってそもそもここが命題なので、うん、大きな船でみんなをこういうふうにあの、まあ、悟りに向けていこうっていう話なので、うん、だそのためには自分自身で次に家族、うん、でここまではちゃんとやっていこうっていうのは常に気をつけてます、うん、なるほど。その家がね、賀来さんの場合は結構女性、賀来さん以外みんな女性です、はい、みんな女性娘たち収まってますか？多分ものすごい喋りますものすごい喋る、みんな喋るし聞くし、うん、だから学校でどうだったかとか、うん、最近どんな YouTuber 見てるとかっていうところとかも含めて、だからおかげさまでこの間の紅白も、うん、結構みんな新しい歌い手さん上がりの人とかでも、はい、みんな知ってる人でした。ああ本当、ついていけてる、ついていけてると思って、うん、ね、なんか高齢者から不満が出ていたとかいう話もあったけど、いやもうまだそっち側じゃなかったです。もう全然、むしろなんかこういうふうにあ、まだまだ時代に取り残されてない、よかったって思うぐらいでした。うん、そっか、そうですね。でも身を収めるの難しいですよね。身を収めるって、どうしたら身を収まったことになるんだろうって思うな。僕はそこはあの毎日1個決めてて、うん、あの豚人知の三毒ってあるじゃないですか、はい、でそれの1個は今日は気をつけようって、豚欲に気をつける日とか、はいはい、まあ3つあるから、うん、あの漏れ出ちゃうのはしょうがないけど、そう1個ぐらいは1個ぐらいだから、もう今日は真理の日だからイライラしないと、うん、いやーなことあってもニコッとしようと、うん、っていうのだけ気をつけて、まあ、そこがゆえに他のところがおざなりになったらまあしょうがない、うん、でそれはじゃあ明日にしましょうっていうふうにしたりすることが、うん、まあ、僕なりの身の持ってきた収め方ですね。収まらない身の収め方、はい、そうですね、うん、あ、はい、こんな時間で、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。
ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
西明吉祥だらに天官の不問文芸大秘神奈良に小西明吉祥奈良にを付じす集むるところの功徳は第四教主本師釈迦牟尼仏高僧常陽大師大祖上最大師に供養し立て祭り無常仏化菩提を称言す五方の書店五方の少者、東山のど地五伽藍尋常法、七郎大元尻菩薩、合頭の震災に執権す、恋寝ごところは、COVID-19 早期収束並びに国家商兵万法悪く、実法の改修副受長級、身体健全同年増長、北海の岩時期と同じく七尾窓かにせんこと。信用不実集むるところの功徳は
十方王朝十の参謀、加戒無量の賢章、十六代やらかん一切の愚部類眷属にエコース、恋寝をところ。三名六通末法消耗に返し、五力八下群情無償に導き。三門の二輪水天寺、国土の三歳なく朝鮮こと。霊言妙に後継たりし安にる中枢を修する桃とこれ迷い理に可能もまた悟りにあらず門の一切の脅威ごと笛ごとえしてさらに相渡る叱らざれば位によって中枢式元出造ことにし小元楽をことにす安な城中のことにかない名は清濁の句を分かつ次第の章おのずから服すこのその母を売るがごとし火は熱し風は動揺水は潤い、血は剣をまな、怖い両耳は温情、鼻は下舌は乾燥、しかも一一の方において、根によって破分仏、本末すべからく、衆に帰すべし。尊貴その後も、中、命中にあたって、安なり安相をもっとうことなかれ、安中にあたって、命あり、命相をもって見ることなかれ、命安、おのおの相対して、失るに前後の歩みのごとし、万物をのずからこうあり、まさに用途書と言うべし、自尊すれば考え合し、利用すれば先歩誘うことを受けてはすべからく衆を得すべし、自ら聞くを律することなかれ、側目道を得せずんば足を運ぶもいずくんぞ見しを知らん、歩みを進むれば権能にあらず迷うて千賀の子を隔て通信で三元の人に申す行為むなしく、渡ることなかれ、仰ぎ恋ねがくは信じ、伏して召喚の垂れたまえ。上来、三道会を不実、集むるところの主君な。美和私仏大予想、式仏大予想、医者不仏大予想、クルソン仏大予想、クナゴン無二仏大予想、歌唱仏大予想、釈迦無二仏大予想。マカカ小大予想、アナンダ大予想、小縄主大予想、バキクタ大予想、大高大予想、ミシャカ大予想、バシミツ大予想、仏田南大大予想、フダミッタ大予想、バリシバ大予想、フナヤシャ大予想、アナボテ大予想、カギモラ大予想、ナゲハラジナ大予想、カナダイバ大予想、ラゴラタ大予想、ソウゲ南大大予想、カヤシャタ大予想、クモラタ大予想、シャヤタ大予想、バシバンザ大予想、マネラ大予想、カクロクナ大予想、シシバ大大予想、バシャシタ大予想、フニョミッタ大予想、ハンニャタラ大予想、ボダイダルマ大予想、タイソエカ大予想、カンチソウサン大予想、大移動神大予想、大マン公認大予想、大カンネノ大予想、制限行使大予想、石頭起戦大予想、薬三威厳大予想、雲岩頓城大予想、東山領海大予想、雲後同様大予想、同安同飛大予想、同安監視大予想、両山円環大予想、太陽狂言大予想、東杉聖大予想、不要同海大予想、短歌詩人大予想、長路清涼大予想、天道総閣大予想、摂政置換大予想、天道女上大予想、永平道元大予想、今下城大予想、鉄通議会大予想、経山上金大予想、三国伝統歴代祖師の民に仕立て祭り、神ジオンに報いんこと、Oh.
疲れ様でございました。このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。